お元気ですか？谷村新司です。ずっと続けている朝のルーティーン。目が覚めたらお水をしっかり飲んで、最近大さじ1杯のバージンオリーブオイルを飲んでおります。なんでこれやってるかっていうと、聖路加病院の院長でいらっしゃった日野原先生に教えていただいて、これで胃腸が整うんだよって教えてくださいました。あ、なるほどと思いながら、大さじ1杯のバージンオリーブオイルを、空腹の時に飲む、これを今日課にしている谷村でございます。さあ、今日も明るく元気にあなたと一緒にラジテレ始めてまいりましょう。さて、今回のテーマはとある喫茶店。とある喫茶店。振り返ってみると、大学生の頃からかな、コーヒー店、コーヒー屋さんっていうのが、僕にとっての憩いの場所になっていたな、とふと思ったんで、今回、それをちょっと掘り下げてみようかなと思って取り上げてみました。ちょうど、大学2年生ぐらいかな、20歳の頃に実は、通っていた、コーヒー屋さんがあります。自分が生まれて育った大阪の南の方、天王寺駅からそうですね、車で10分ぐらいかな、四天王寺と、いう場所があるんですけども、その、裏通りにひっそりとある、もう本当に知る人ぞ知るという、ジャズ喫茶があります。名前をポコと言います。ポコ。P-O-C-O とか言ってポコ。本当にね、入ってみて、ここに喫茶店ありますよっていう空気感が全くなくて、できれば気づかないで通り過ぎてほしいみたいな佇まいだったんですよ。そこ偶然に見つけて、入ってみたら、お店の中は、全体が薄暗くて、静かに、ジャズの名盤の LP が流れているっていう、おしゃれなお店だったんですね。